はい、おはようございます。僕です。狼続きをやっていきたいと思います。なんだこれ。前回に引き続き、ササベ教にね、やってきております。はぐれ玉を手に入れた。なんかいつもとね、箱が違いますね。うん、なんでいつもと箱が違うんですかね。まあいいや、やっていきましょう。夜が明けたから明るくなりましたね。前回行ってなかったのがここになりますね。これエレベーターになってたんだ。上に行きましたよ。あ、箱がいっぱいある。さっき開けたから箱だって分かったけどね。なんでこれいつもと箱が違うんだろう。こんなにいっぱいあるの？いらっしゃったんですね。ジャンバ太夫さんいらっしゃったんですね。あ、始まっちゃった。客人お待ちしてやした。特にね、これといって変わり映えのあるものは手に入らなかったですね。よくぞお嬢を。足たちからもお礼を言わせていただきやす。あなたの活躍を話したら夫本当に驚いてたんでちゅよね、夫。ジュン、親分が感動していなされ伝わってこないな、感動が。この部屋にあるつづらは全部あなたへのご褒美でちゅよ。下の宿でもゆっくりしていってくださいね。特に宿の裏にある温泉は疲れが取れまちよ。温泉があるんだ。へえ。じゃあね、すべてのつづらを開けました。今まで拾ったことがあるものばっかりでしたね。白毛布の旦那、親分に認められるなんてよっぽどのことですぜ。足もやるかりてえや。ごめん。足たちが散々探して見つからなかったお嬢をよくぞ。白毛布の旦那、あんたすげえお人だ。人じゃねえぞ。仲悪いのかな。一寸と純弱。バーカ。くっそ。なんでこんなに仲悪いんですかね。純。親分が感動していなさる。そうなんですか。なんだろうな。なんかやることないのかな、特に。それだけなのかな。何も反応しないですね。じゃあ出ていきましょう。なんかもう助けたら終わりっぽいですね、ジャンバ太夫。じゃあ、このお宿の裏手になんかあるらしいので、こっちだな、多分こっちでしょ。地図見てもわかんねえや。なんだあれ、火をつけてるぞ。これ温泉なのか。あ、壊れてしまった。これ温泉なのか。客人、ちょい待ちでゲス。僕はスズメのお宿名物の天然温泉、笹部の湯でゲスが。ちょっと今、お湯を切らしちまって入れないでゲス。天然温泉なのになんでお湯が切れるんだよ。それが先日、ものすげえ地鳴りと怪物の鳴き声が響いたと思ったら、急にお湯がなくなっちまったんでゲス。地鳴り、怪物の鳴き声、ヤマタノオロチかな。もしかして、この前の真っ暗騒ぎのことか。それ以来ずっとお湯乞いをしてるでゲスか。これお湯乞いをしてるのか。お湯乞い。全然湧き出る気配がねえでゲス。お湯乞いなんてあるの？そんな儀式があるんですか？雨乞いじゃなくて。とにかくこんなことはささめの湯始まって以来のことでゲス。せっかく来てもらったのに温泉に使ってもらえねえなんて。あっしゃ、焼き鳥になってわびるでゲス。うまそうな焼き鳥に。やめろって。おいら風呂なんか嫌いだからよ。知らんわ。止めないでくれでゲス。これだけお湯乞いをしてお湯が湧き出ねえとなると、これは本格的に笹部の湯滅亡の時でゲス。足の代で温泉が尽きるとあっちゃ、もう焼き鳥になってわびるしかねえでゲス。燃えてる。だからおいらたちは風呂なんか入らないって。なけめくじゃら。いや、そんなことないぞ。竹取りの大きな竹取りじいさんが来ましたよ。うにゃ、懐かしい笹の香りだね。笹部教の竹は香りからもう違うのよね。今年のお祭りで売る竹細工、わし創作意欲がもりもり湧いてきちゃうよ。あれ、竹じいさんじゃねえか。何しに来たんじゃ。
それ歩き方おかしいな。おや、オオカミさんと妖精さんじゃないの。今回は本に世話になったね。あんたたちがスズメの親分さんの娘さんを助け出したおかげで、この笹部教への出入りがまた自由になったんだもんね。お礼にわしにできることある？何か困ってることとかない？困ってること？別にねえな。そっちのスズメさんなら何やらお困りの様子だけどよ。ふにゃ、どうしたの、スズメさん。ほっといてくれでゲス。ここで男のけじめをつけなけりゃ、海の門に示しがつかないでゲス。足がこの身を捧げたら、枯れた温泉も蘇るに違いねえでゲス。額を焼くんだね。また始まった。ふにゃ、枯れた温泉を蘇らせたいだけなの。それなら、わし、お役に立っちゃうよ。なんでゲスって？どうやって？わしが背負ってる、この獅子落としは、獅子落としか。地下の鉱脈に反応して音を出すの。温泉源を見つけ出すのも多分簡単にできちゃうよ。そうなの？そんなハイテクな獅子落としなんですか？そりゃ本当か。わしが作る竹細工は嘘つかないもん。それじゃあ温泉源の場所はわしが教えるから。狼さん、温泉掘りを遊び感覚で手伝ってくれない？温泉掘りを手伝う。じゃあ手伝いましょう。頼みましたよ、ご両人。じゃあ温泉掘り遊びの段取りを説明するからね。段取りがあるんだ。温泉掘り遊びが始まったら、わしはもう勝手に歩き始めるから。狼さんはわしが地下深くに降りていけるようどんどん穴を掘るの。でも地下は危険がいっぱいだから気をつけて掘ってね。わしは多分歩くのに夢中だから、目の前に危険が迫っても止まらないよ。わしがあんまり痛い目にあったら遊びを続ける元気がなくなるからね。そして見事わしが地下深くにたどり着いたら、温泉の湧き出る場所を教えてあげるよ。もう一度聞きたい？いいです。もういいです。じゃあ早速温泉掘り遊びを始めてみようかね。温泉掘り遊び、何をするんですかね。Y や X でブロックを壊して、仲間と共に穴の一番奥まで掘り進め、奥底で仲間の示すブロックを掘れば成功じゃ。仲間って沖縄のことでしょ。地中に埋まっているブロックは様々な種類がある。その違いに気をつけることじゃ。なんだ、パズルゲームなのかこれは。制限時間がなくなるとゲームは終了じゃ。お主や仲間がダメージを受けると時間がどんどん減っていくので注意するのじゃぞ。王宝月の中には残り時間を増やす道具が隠されておる。見逃すてないぞ。様々な筆調べやアクションを駆使して道を切り開くのじゃ。わかりました、やっていきましょう。なんだ、いきなりわからんぞ。掘ればいいのか。掘れ。こういうことなのか。掘れないな。なんだ。爆弾？鉄火玉。お、一気にいったよ。これちょっとね、難しいぞ。意外とむずいわ。これ水はなんだ、水は。じいさん、早く、こっち早く来て。なんだこれ、どこに行けばいいんだ。壊していけばいいのかな。ああ、何？そうなってんの。ここにあった。ここが温泉なのか。なんか知らんうちにクリアしてしまいましたね。すごい、ミスタードリラーみたいなゲームでしたね。温泉が蘇りましたかね。お湯が沸いてる。温泉が湧きましたね。温泉が蘇った時ですよ。だでしょ、わしの竹細工は嘘つかないもん。甘子、お前もでかしたぜ。温泉ね。ご両人、この恩は一生忘れねえでゲス。もうご両人にはいつでもこの温泉をタダで振る舞うでゲス。いいのか、そんなことしてしまって。なんで。アマちゃんはあんま嬉しそうじゃなかったね。
温泉への感謝の気持ちも忘れねえよう、お湯越いの前もずっと続けるでゲス。これね、お湯越い軽やかに踊ってるよ。ではしないな。おい、こりゃもしかしたらいつもの筆神様が出てくる。何の筆神ですかね。筆調べか。壺だよ、壺。なんかいつもより星の書く量が多くないですか。ここと、ここと、ここじゃない？どう見ても壺だよね、これ。ヘビだ。ヘビが出てきた、これ。ヘビだよね。何これ。かわいいな。出られないんですか？出られないのか。あ、意外とでかい。意外とでかい。寝てる。おお、我らが地母、天照大御神。おもとがお隠れたまえし際は、水面に主を忍び、袖を潤したるも。日の景色、蘇えたるとあらば、この濡れ髪、濡れ髪か。いざ地にもゆる緑に、命の潤いを与えん。何ができるようになるのかな。濡れ髪、濡れる？濡らしちゃうんですか？濡れ髪ね。濡れ髪って水を司る神様の名前じゃねえか。ってことは水の筆技、水鏡を手に入れたのか。あじじじじ、何してんすか。焼き鳥になっちまうぞ。火が燃え移ったでゲス。あ、さっきあんだけね、火を頭にこすりつけても火がつかなかったのに。あしはまだ焼き鳥にはなりたくねえでゲス。放っておいてもいいけど、まあちょうどいいや。甘子、水鏡の力であの火でも消してみようぜ。遊び感覚で。水鏡ってのは水の力を源にする筆技だい。つまり水の上に筆を置いてそこから線を描けば、線に水の力が宿ってたちまち水流が生まれるのさ。説明はこの辺にして早いとこ火を消してやろうぜ。そこの温泉に筆を置いて雀に向かって線を描くんだ。名前を呼んでももらえない。出た出た出た。そうやって水から線を引けば、その線が水流になるのよ。火消えてねえけど。だけどスズメの火を消すには、線の先端をスズメに結ばなきゃな。水からスズメへ水を運ぶように線を描くんだぜ。あ、これであの人のところ、串灘姫のところに行けばこれで解決するんじゃない。お見事。焼き鳥は食い損ねたけど、見事な水の前見せてもらったぜ。食うつもりだったのか。だけど水鏡の力はまだこんなもんじゃねえや。ほれ、温泉の真ん中にぷくぷく泡ぷくが湧いてるだろ。ああ、これたまに見かけましたよね、今までも。ああいう場所は水の力場って言って、水の力が溜まってるところなのさ。だからあの泡ぷくからまっすぐ上に向かって線を伸ばせば、そこから立派な水柱が立ち上るに違いねえや。もうやってみよう。上に引くの？ほう。こうすると、どうなるの？来た来た来た。見事水の力場を操りやがったじゃねえか。登れるんだ。はあ、高いところに行けるようになるんだ。おっと、こんな真似もできるのかよ。これなら高いところへ登ってお宝でも見つけられるかもしれないな。あんな水の力場を見つけたら、どんどん水柱をぶち上げようぜ。もう了解です。これで新しい場所に行ける。濡れ髪の極意。実績を解除しました。咲かせて。新しい筆紙、覚えるのありがたいですね。温泉が蘇ったでゲスよ。ありがとうございました、竹取の木菜さん。魂を込めて竹細工を作っていれば、またいつかこんな風に人助けができるかもしれないしね。そうだ、竹細工に使う竹を選びに、奥の竹やぶへ行かなくちゃ。でも竹やぶへ行くには、あの扉を越えなくちゃいけないんだけど、この大獅子脅しが鳴らないと、あの扉は開かないんだよね。いつ鳴るかわからない、気ままな獅子脅しだから、気長に待つとしようかな。つまりですよ。こういうことじゃないの？違うの？
違うの。あ、来た来た来た。獅子落とし、棒獅子落としが鳴りました。鳴ってはいないか。あそこボタン押したんか今。じゃあ奥にね進めるようになったんじゃなかろう。いやいや、竹やぶへの扉が開いたね。でもせっかくだから温泉で一休みしてから竹を探しに行こうかな。マイペースだなおじいさん。じゃあこの奥、多分ねここに発見士がいるんじゃないんですかね。残りの3匹のうちの1匹、スズメがいたな。その前、あ、豆がない、豆がないわ。ちょっと買ってくるわ。ん、なんか人が増えてるぞ。これ誰よ。ん、これ誰。婚約、婚約なの。この笹部の家の名物は大迫力の間欠泉なのよ。吹き上がる水の柱に乗って空を飛ぶ気分を味わうのが最高なの。そうなんだ、そうなんだ。この人は、やっと温泉が元通りになったのね。温泉客か。一番乗りは気持ちいいわ。うふん、混浴か、混浴か。混浴だけどスズメだからね。出てきた。誰かいますね。なんだろう。あれ、まだスズメだった。ウジュン、ウジュン、タイじゃん、タイじゃん。なんだこのでかい坊主は。坊主なのか。おい坊主、一体何を吠えてるんだよ。坊主じゃないだ。ほらにはちゃんとタイじゃんって名前があるだ。それに吠えてるじゃないだ。俺は泣いてるんだと。うじゅん、うじゅん。でかいな体が。泣き虫たいじゃん。そうか、泣いてるのか。で、一体どうしてそんな気味の悪い泣き方をしてるんだよ。ひどいな。オラの竹之助がどこかに行っちゃったんだと。散歩に連れてきたらどこかに消えちゃったんだと。うじゅん、うじゅん。竹之助、そりゃお前の友達かい。あれ、もしかして犬、犬のこと。ほら、もうペットなんだと。ワンコの竹之助がほら行方不明なんだと。うじゅん、うじゅん。竹之助がどこかにいる。あ、それやっぱり発見士なんだ。なんだい、里見の印籠が急に現れやがったぜ。ってことはどこにいるんじゃ。待て、スズメが。じゃあ竹之助を探しに行きましょうかね。こっちか、こっちにいるんじゃないか。いや、普通にこっちだわ。竹が多い。あー、びっくりしたな、虎がいるわ。虎がいるとね、ドキッとするわ。敵かと思うよね。虎のね、尻尾を加えるとね、これ可愛いんだ。いてえな。何してくれてんの。おやー、あまこ、あそこの竹が見えるかい。おいらの見間違いじゃなければ、あそこに並んだ竹、妙にピカピカ点滅してねえか。なんだこのイルミネーションは。スパッと切ったりなんかしたら、中から変なもんが出てきたりするんじゃないだろうな。大当たり。犬コロン？これが竹之助だろうな。ハスキー？ハスキーかな。竹之助だと。竹之助が帰ってきたと。竹之助、どうしたんだと。何をうなってるんだと。うじゅ、もしかして、この白い狼がお前を神隠しに合わせただと、合わせたとか。おい、何の話だい。ん、待て、この犬頃何か言ってるぜ。何、白い狼。それ、里見の印籠、お前何者だ。その印籠を持つなら、俺と戦ってその力示せ。お前もそのタイプなのか。技巧かな。発見士技巧、竹之助とは仮の名前なのか。だと。あまこ、こいつ発見士の一匹だ。里見の印籠を見て、いきなりやる気だぜ。あまこ、どうすんだい。喧嘩をボコボコにしてやりましょう。よし、お前も腹は決めたな。出かけなしで行くぜ。たまにはね、
戦っていきましょう。技巧、里見八犬伝のウィキペディアを読んじゃいました。登場人物の名前じゃないんですね、この技巧とかっていう名前は。あくまで八犬伝では名字に犬がつく共通点がある8人の人が八犬士と呼ばれてるらしい。実際っていうか狼では犬なんですけどね。これでとどめじゃん。これさ、この虫みたいな死に方気持ち悪いな。あ、討伐時間神だ。意外と痛手も神、一発も当たってないですからね。待て、待つんだと。竹之助をいじめるのは許さないんだと。それ以上やる気ならオラが相手になると。お前もやってやるよ。ちょっと待てよ、別にいじめてたわけじゃ。おい犬コロ、お前もなんとか言えよ。その印籠の意味、伏姫様の要件分かってる。阿勢神宮の大妖怪赤兜退治、俺たちの使命。でも俺帰れない。この笹部教妖怪たちが狙ってる。俺ここ離れたら妖怪たち一度に攻めてくる。そうしたらスズメ族たちもみんな。俺一体どうすればいい。そんな悩みを抱えてるなんて思わなかった。なんで宝玉が光るの。里見八宝玉、戯曲を手に入れた。なんで急に。宝玉がお前のところに行った。宝玉お前選んだ。俺もう心配ない。俺ここで妖怪と戦い、スズメ族守り続ける。俺たち発見し、離れていても心は一つだって。ちょっと待てよ。宝玉お前選んだ。俺の役目もうない。お前自分の信じる道行け。だと。まあお前にも事情があるから仕方ねえけどよ。怒ってるぞ。竹之助をいじめるのは許さないんだと。それ以上やる気ならオラが相手になると。分かった、もう喧嘩はしないって。この辺切っていけるのかな。残りの竹も中身入ってないのか。中身入ってない。ああここにも虎がいた。急に出てくるからよ。今のところ今のね、技巧がね、唯一お肉を餌付けしてない発見士になりますよ。だいぶ幸玉溜まってきましたね。ここは他に、あ、ウサギがいた。こんなところに。そんなところですかね。じゃあ戻っていきましょう。うにゃー、いいお湯だったな。狼さん、なんだか奥の方で大暴れしている声が聞こえたけど、ゆっくり温泉に浸かって汗を流していったらどう。いいよ温泉なんか。それより竹爺さんもさっさと竹探しに行ったらどうだい。うにゃ、そういえば早くしないとお祭りが近いんだったっけ。十五夜の満月がお空に昇る頃のあのお祭りがさ。十五夜の満月。毎年十五夜の満月が昇る夜に神木村で神木祭りっていうお祭りをするんだよね。100年前この中津国の英雄イザナギ様と白縫い様が神様の力を借りて怖い怪物をやっつけたって神話があるでしょ。ちょっと後ろのスズメがうるさいな。だから村のご神木にお神酒を捧げて神様に感謝するの。今年はその怪物退治からちょうど100年目の年なんだっけ。わしもお祭りで売る竹細工を仕上げなくちゃ。祭りか、こりゃ楽しみだぜ。その日になったらまた神木村に戻らねえとな。ああそれから狼さん、さっき温泉掘り遊びまで手伝ってもらって、やっぱり狼さんには何かお礼をしなきゃって考えていたの。それでつまんないもんだけど、これなんかどうかな。はいどうぞ。何かな。え、人魚の個性をもらった。わざわざありがとうよ。いやーこりゃ随分小汚い戦火だ。この中津国には人魚泉っていう小さな泉がいくつかあるんだけどね、そこにその古泉を投げ込むと泉と泉の間を通り抜けられるんだって。それが本当の話ならこの広い中津国を一瞬で旅できるね。おお、旅
旅の扉かな。何？そりゃ便利な戦火じゃねえか。この古戦がそんな値打ちもんなのかよ。うん、別に多分その辺のお店でも売ってるよ。ただちょっと可愛かったから持ってただけなの。売ってるの？売ってるんですか？今わしあんまり蓄えがないからそれで勘弁してね。へえ、行商人が持って売ってるのかな。もうじき神木祭り十五夜の満月が昇る頃だね。今年はあの怪物退治からちょうど100年目の年なんだっけ。でもわし月といえばかぐやのことを思い出すんだよね。あの子は月を見上げるのが好きだったな。ふにゃ、また昔話を、また昔を思い出しちゃったよ。それより早く竹細工を仕上げないと、おまんま食い上げなのよね。かぐや姫も出てくるんですかね、この感じは。あれ、そこに人魚の個性を投げ込んでいけばいいのかな、もしかして。これって消費するんですかね。どうなんですかね。ちょっともったいないからね、まだ使わないでおきましょう。はい、そうしたらですね、今回はおそらくね、この辺で切りも良いのではないかと思いますので、一旦ここで終わりにしたいと思います。次回はまたアガタの森に戻って、クシナダさんのね、クシナダさんを助けていきたいと思います。はい、じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。